今回はですね、福岡、佐賀、長崎、九州3県使用を終えて、福岡空港からセントルアに戻るときに利用したジェットスターですね。ジェットスターに関しては、海外、ニュージーランドも利用したことあるんですけど、今回で4回目ですね。4回目の利用となります。往路もまあジェットスターで行ったんで、まあ、袋もということで、まあ、今回4回目ですね。なります。で、便名は、GK の、ツーレッターというとね、ジェットスターって GK ですね、ジョージキングで、GK の580便です、9時55分出発で11時15分に、セントルに到着ます。ジェットスターということで、9時55分出発で1時間20分の搭乗時間ですけど、エアバスの320ですね、機材に出ます。 GK の580便ですね、今から乗ります。行きもなセントリアから福岡に来るときじゃね、一応そのジェットスターに利用したんだけどね、今回4回目かなこれね。で、非常口の近くに席を取りました、座席指定をしてですね。で、非常口の近くということで、まあ、足が結構伸ばせるんですね。その意味でもいいと思ってやったんですけど、まあ、こういったね、今書かれていることが、やらなければね、例えば緊急時に、何かあった際は乗客を制止したりとか、みんなとか、まあ、慌てて外に出ようとしたら順番に伸ばすことになるんですね。で、機材に関しては Airbus の A320 小型のジェット、LCC が多用する機材、まあ、ボイングと皆さんなので、であとは機内販売ということで、まあ、こんな感じ事前に申し込むこともできるんですけど、機内でも申し込むことになります。まあ、これも、まあ、軽食ですね。注文していたですね、まあ、自分のプランってあの厚く荷物が30キロまで、ね、大丈夫ですので、まあ、あのお菓子とか飲み物ついてたんで、今回はあのポテトチップスのコーラにしました。機材はエアバスの A320 という33の配列ですね。まあ、これはかなり俺かなり乗ってきたので、ね、まあ、本当に、慣れた光景です。で、無事にセントレア到着ということでね、またこれからね、今年は海外にも出てきますので、まあ、いろんなね、航空機搭乗動画も出してきます。楽しみにしていただければと思います。